はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。こんにちは、玉木です。葉月の話を With Tea ということで今日も始まりました。よろしくお願いします。はい、今日ですね、なんかさっき話したんだけど、なんか潜在意識と顕在意識ってよくこうね、はい、私の中でもそうかな、スピリチュアル業界なのかなって思うところもあるんですけど、うん、聞きますけど、うん、改めて何ですかってなると、うん、聞かれるとちょっと分かんないなと思って先生に聞いてみたいなって。あのね、まああのまず潜在意識ね、まあ、潜在意識、顕在意識ってよくこう氷山の例えで ね、まあ、心理学なんかでも出てくるんですけども、結局その自分が意識しているものっていうのは、まあ、全体のもう 5% 程度しかないですよと。残りの 95% ほとんど、まあ、無意識。無意識、まあ、例えば何だろう、立ち上がって歩くなんていうのは、全く意識してないですよね。無意識ですね。要はその、右足どうやって出してとか、左手どうやって出してとか、そんな全然意識してないじゃないですか。してないです ね、まあ、例えばご飯食べるのも、ご飯食べようっていうのは意識するけども、じゃあご飯どうやって食べるかなんていうのは全く意識してないでしょ。そうですね。こうなんか右手をこう、左手をこう、なんかこうやってつまんでとか、そんなん全然意識してないじゃないですか。まあ、どのあれから食材から食べようかなっていうのが意識でしょ。まあそれが要は顕在意識、いわゆる顕在意識っていうやつなんだけども、じゃあそれをこう普通に口に運ぶっていうのは、これはもう潜在意識なんですよ。もう無意識にやってることだからね。そうですよね。目には運びませんもんね。そう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 、そうだからそれをこう逆に目に運ぼうとする、とこれは顕在意識になるわけね。顕在意識ですね。はい、だから、まあはっきり言ってね、意識って自分で意識した時点で、もうそれはね、顕在意識になるんですよ。だからそういう意味では潜在意識を理解するっていうか、潜在意識を操るっていうのは、まあある意味無理なんですよね。まあ潜在意識ってそもそも自分でわからないですね。いやっていうか、もう僕の今の理論で言うと、潜在意識を操ろうとすると、それはもうすでに顕在意識ですって感じなんです、僕からすると。だからもうその時点で潜在ではありませんって感じなんですね。そうですよね。もう顕在になっちゃってます。そうですよね。ことだから、だからそのまあ いわゆるその自分が全然意識していないことを意識化することが、結局潜在意識を顕在意識に上げてくるっていう、まあそういう作業なわけですよね。でそれが上手にできるようになってくると、その顕在意識を、ごめんなさい、潜在意識を顕在意識のレベルで上手に操ることができるようになってくるってことなんです。わかります。だからそのただもうぼーっと無意識にやってることをちゃんと顕在化する、意識化する、ちゃんと意識してやると、その今までは全部それは潜在意識の領域で、もうなんか同じパターンで、もうただ何も考えずボーッとやってたのが、そのね、ボーッとやってたのをもう一度顕在化することによって、潜在意識を変えることができるってことなんですよ。じゃあ潜在意識の書き換えってできないんですか。潜在意識の書き換えっていうかね、まあそうね、書き換えっていう、まあ、厳密にその書き換えるっていうことになるのかどうか、まあ、ちょっとね、言葉の定義は若干難しいところだけども、その、まあ、無意識でやってたことをもう一度意識化することによって、別の潜在意識を、まあ、インプットするっていうか、まあそうね、上書きするみたいな、そんな感じのイメージかな。なるほど、でそれがもう定着してくると、もうそれが無意識になってくるんですよ。そうですね。もうそれが当たり前になっちゃうから。だからそれを定着させると、まあある意味その潜在意識を操るっていうか。僕はすごい引き寄せっていう本でそういうことを書いたんですよね。潜在意識を飼いならす方法みたいなことを書いたんだけども、それはまさにそういうことなんですよ。いや、もうまずその無意識にやってることを一回顕在化します。それでも顕在化した方が
なんで顕在化した方がいいんですか？あ、いやだから別に顕在化しなくたっていいんだけども、うん、その要は上手にっていうかうまく自分が思う通りにいってるんだったら別にいいじゃんって話なんですよ。うまくいってないんだったらそのうまくいってないっていうことにまず気づくんですよね。で気づいたらそのうまくいってないんだったらうまくいってないものをよりうまくいくように考えましょうっていうとそれはそのなんか自分が一生懸命やってるつもりなんだけどなんかうまくいかないぞとどうも違うぞというふうに特にこのね10月とかこういろんなお試しがね来るケースとかね。そうですよね。だからその時に一旦立ち止まってあららら、ちょっとおかしいぞとなんかちょっとこう歯車狂ってんぞと思ったらそれに気づいて、あ、じゃあそれはなんかこういうことが原因かもしれないからその原因を書き換えていきましょうっていうか、もう一度顕在化してその顕在化することによって、潜在意識にアプローチをして、でその潜在意識をこう、まあ、飼い鳴らすっていうかコントロールするっていうか自分の好きなように変えていくっていう、まあ、そういう方法というかアプローチがあるって感じですかね。じゃあもうぼーっとじゃなくてちゃんと起きた事実をあのしっかりこう考える、まず考えるってこと、考えるっていうのはまあなんか意識化するってことだね。意識化する、あのだからそうなんだよね、その辺はやっぱりその意識の構造みたいなものがやっぱりあって、それのその仕組みを知るとどういうふうにすればいいかっていうのはおのずと分かるんですよ。でやっぱり基本意識っていうのはやっぱりね、今言ったみたいに潜在意識であったとしてももう本当わずかなんですよ、意識してる部分ってちょっとしかないの。そうか、ほとんど無意識でやってるからね。意識してやってることの方が圧倒的に少ないんですよ。なんか全て意識なイメージですけどね。いやもちろんそうなんだよ、全て意識なんだよ、でもそれはその全て意識の 95% は潜在意識なんですよ、顕在じゃない、だから、まあ、例えばそのなんだろう、お化粧しましょう、たまちゃんだったらね、お化粧しましょうっていうのは今からお化粧しましょうっていうのはこれ顕在意識なんですよ。そうですね、今からしましょう、でもじゃあどんな段取りでやりますか、何を使いますか、どういう順番でやりますかっていうのは多分ほとんど無意識。それはもう無意識ですけど、なんとなく自分の中のルーティン的なものが。そうでしょ、だからもうそのルーティンになっちゃうとそれはもう無意識の領域なんですよ、ほぼ。だって分かる？その口紅は、これぐらい回して、これぐらい出して、これをこういうふうにつけてとかって、いちいち考えないじゃん、そんなの。考えないですね。ね、もうその状態で、その時点でそれはもう無意識なんですよ。あの要はお化粧を始めましょうっていうのが顕在意識なのね。でそのじゃあ実際にお化粧の手順をこう考えてなんだかかんとかっていうのはもうこれはもう潜在意識の領域になっちゃうわけ、ほぼ。なんかそれってイコールルーティンイコール癖みたいな感じ。そうそうなんですよ、癖。癖ですよね。癖。でその癖を結局その変えていかないと、その現象が変わらないわけ。まあ、癖だからね。癖だから。だってあの癖っていうのがもう一番その現象にダイレクトに結びついてるわけよ。うん、そうですね。なんでまあこうやったらこうなるみたいな話だから、右足を出せばあの一歩踏み出すみたいなもので、もうそれってもうパターン化されちゃってるから、そのパターンにずっと乗ってる限り当たり前だけど同じ現象しか起きないじゃんっていう。だからそこがもしうまくいってない現象がね、今見えた現象が自分の目の前にあるのが自分の思い通りにならないっていうのは、なんかそのパターンが違うぞと、その癖じゃないよって言って、そうあなたのその今までのパターンを変えていかないとそれは変わった現象は出てこないよって話になるわけ。なるほどなるほど。でそれを変えるためにはまあ言うようにその習慣を変えましょうっていうのもすごいいいアプローチ。でも習慣って本当に習慣だから、自分自身がどんな習慣を持ってるかさえ分かってないんですよ。分かってないですよね。そうだからそれにまず気づかないといけない。それはだからやっぱり誰かフィードバックしてもらわないといけないかもしれないし、自分であのまあそれこそなんか定点カメラみたいなのつけて自分の行動を自分で見るみたいな、ね、怖いよね、脅迫だったりするでしょうね。え、絶対怖いと思うよ、だって無意識にやってるんだもん。そうなんか常に鼻くそ落ちるみたいなね。ね、ある時間だったらね、そうパターンね、この時間だったら絶対トイレに行くとかね。そういや、ただトイレに行くだけじゃなくて、トイレの入り方とかね、絶対パターンがあるはずなの。髪の使い方とかよくわかんないけど、あるあるある。
あるの？いや、例えばですよ、ぐるぐるぐるってやるのと、こうミシン目でから、ね、切るとか、ね、あ、そう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 、まあまあまあ、そういうの、そういうの、うん、だからその寝る前にも、例えば、うん、なんかわかんない、右足から必ずベッドに入るとかね、うつ伏せになるとか、ね、そうそうそう、そういうの全部習慣のパターンだからそういうのってみんな自分で気づいてないんですよ。気づいてないけど、かなりもう刷り込まれて織り込まれてるっていうか、うん、でもそれが現象を作ってるわけだから、うん、その行動がね、うん、だからそれを変えないと、それは望むものっていうか新しい現象はそれは出てこない、当然だよねって話なんですよ。ただ そこがその、まあ、僕は現象の木のモデルとかいう話をよくするんだけども、うんうんうん、結局木で考えると根っこが意識なわけですよ、はいはい、で意識って基本的に見えてないから、そうそう、ね、つまり土の下、うん、根っこのイメージをね考えていただいたら分かるんだけども、大きな木だとその地上のあたりにこうなんかもやもじゃもじゃっと大きなこう木の根っこ生えてるじゃないですか、うんうんうん、あれぐらいが顕在意識なわけ。なるほどなるほど、分かる？ あれも根っこだからね、分かるでしょ、うんうんうん、でもあれ掘り返したらどんだけ根っこすごく広がってんのよって話じゃないですか。だからもうそっちの方が圧倒的に多いし、上に見えてるのほんのちょろっとなんですよ。だからそこを本当は変えていかない限り、根っこを変えていかない限り木自体は変わらないよっていう話なんだけど、その根っこをじゃあ全部掘り起こして根っこを変える作業ってやっぱり現実的にはできないんだよね。できないし、自分自身の根っこがどんだけあるかって分かんない。分かんない、そう、そうなんですよ、うん、で、まあ、ある意味その全部根っこ掘り出しちゃったら、うん、木死んじゃうじゃんみたいな話だしね。そうね、うん、だから、うん、そのためにじゃあどうすればいいかっていうと、その木の幹に当たってる部分っていうのが、うんうんうん、僕はその今のこの3次元でいうと言葉だと思うわけ。言葉、言葉、うん、で、その枝の部分が行動、うん、習慣だ、うんうんうん、今だから今枝の部分を言ったんだけど、はい、枝の部分を変えると枝の先に葉っぱがあって、ね、花があって実がつくっていうから、うん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 、構造になってるわけだから、うんうん、その枝の部分を変えると一番身に、まあ、ダイレクトに近いじゃないですか。そうですね、だからすごいこうストレートに結果は出やすいんだけども、結局枝は枝だけで成り立ってるわけじゃないから、うん、枝を支えているのは、まあ 幹、ね、幹だから、うん、その幹に当たるのは言葉っていうものなんですよね。言葉、やはり自分が発する、はい、発する言葉、うんうん、だからその言葉を変えることによって枝の部分も変わりますし、うん、その根っこの部分も変わるよと、うん、真ん中にあるやつだから、うんうん、だからその言葉変えちゃうのが一番早いよと、うん、潜在意識にアプローチするんだったら言葉変えるっていうのがまあ最も効果的ですよっていうみたいな話を、そのすごい引き寄せっていう本でも書いたし、はい、そのね、以前にそのこうスプーン曲げの講座とかやったことあるんですけど、あれはね、やっぱりね、その言葉の、まあ、暗示力っていうか、こう言葉のパワーを実感するための、まあ、一つの、まあ、ワークなんですよね。ただただスプーンを曲げてみたいっていう超能力を試すとか、そんなんじゃないですか。いや、まあそれでもいいんだけど、それだとね、多分ね、曲がらないんですよ。曲がらないですね、多分ね。あ、でもね、私も初めてこうセミナーのお仕事で、はい、スタッフで参加した時に、そのスプーン曲げ講座、曲げ講座じゃないですけどね、うん、スプーン曲げ講座じゃないんだけどね講座の中の一つのワーク、ね、はい、ワークね、決めしたけど、なんか基本的になんか自分は絶対曲がるかなっていう、やっぱ顕在意識で曲がらないだろうなっていう意識 で、はい、ですけど、やっぱりこうあるね、あの誘導ワークというかね、フレーズがあって、ね、があってやると、はい、結構割もうね、もうみんな最終的には 100% 曲がりますからね。曲げますからね、先生。まあ最終的にいやでもそれがすごいね、柔らかいですよね。そうなんですよ、面白いんですよ。あ、もう本当に、まあ要は言葉による、まあ、暗示みたいなもんですかね、自分自身に。だからそれが結局顕在意識では無理無理って思ってるわけ。思ってる。無理無理無理って、ね、あと負けたいっていう、こう、欲求、うん、ね、それもね、うん、結局その意識のレベルで言えば負けたいって思うのは曲がらないっていうことが前提なわけよ。ね、曲がるっていうふうに分かってる人は曲げたいなんて絶対思わないから。あ、そうですか。当たり前じゃん。曲がるのが分かってるのに曲げたいと思う？そうね、うん、いやだからもう僕なんかはそのもう曲がるって設定だから別にいつでも曲がりますよみたいな、まあ、本当に。いやでも多分でももうたくさんおだほぼ一般的には曲げたいっていう意識でやりますよ、ね、そうだから曲がらない、曲がらないよね、はい、なんでみたいなね。だいたいね、あのスプーン曲げの講座に来て、うん、もう曲げたいって言って鼻息荒い人が最後まで残るんですよ
それもう意識の仕組みだもん、それが。へえ、そっかそっか、できることはそう、うん、そう、だから、ね、だからやっぱりね、まずフラットにするんです、うん、曲がるかな、曲がらないかな、分かんないな、うん、それでいい、うん、それでいいけども、うん、じゃあその例えば曲がりました、曲がる曲がる曲がったみたいなね、うんうん、そういうこうフレーズを言うんだけども、うん、もうそれでこう自分の頭を書き換えていくんです。なるほど。で、あの潜在意識は抵抗しますからね、うん、イエス言ってもみたいなね、うん、でもなんかずっと、ね、それがね、みんなでやるっていうこととその場を作るっていうことによって、うん、あ、ひょっとしたらできるかもしれないって思えたら、うん、本当に曲がっていくんですよ。うん、あ、これちょっと、あ、え、できるかも、うん、それはね、やっぱりね、この場の力なんです。そのみんなが隣の子がって見て、うん、みたいな感じで、うん、って思ったら私もいけるかもしれない、ひょっ、おーみたいな感じになるわけね。でそれってやっぱりすごいやっぱり言葉にこう引っ張られるんで、うーん、だからまあその前にほら、ありがとうございますを言って体持ち上げるとか言わするでしょ。ああいうのもすんごい分かりやすいですよ、本当に。あんなの誰もそうなるなんて思ってないですよ。ただありがとうございます言っただけなのに、めっちゃ喜ぶ、めちゃくちゃびっくりします皆さん。本当ね、指が伸びるとかね。そうそう、指伸びるのもそうだし、ね、でそういうのって結局ね、うん、全部ね、体が反応してくれてるわけですよ。体の方が、意識はなんかとか思うけど、もう体は素直だからその通り動いてくれるから、うん、結局スプーンも、うん、スプーンの方がよっぽど素直なんですよ、自分たちより。何も考えてないもんね。何も考えてないから、スプーンは、ね、だからスプーンは曲がった、曲がったって言われると、ああそう、はい曲がりますみたいな感じになるわけ。ね、それがこう現象を作っていくわけだから、うん、そういう意味で言うとやっぱりこう本当に言葉を変えていく、意識して言葉を変えていくっていうのは、うん、潜在意識に非常に刷り込みやすいっていうか、潜在意識を変えるアプローチとしては僕は非常に効果的なツールだろうと思ってます、うん、はい、あの、ありがとうございますね、はい、あの結局その言葉に気持ちこもってなくてもいいんですかって言ってよく聞かれるんですけども、いいんですよ別に、こもってなくて、うん、全然いい。そのいや、もちろん込められるんだったら込めた方がいいですけども、うんうん、そのありがとうございますっていうその言葉の波動にがダイレクトに体に影響するわけで、なるほど、もう自分で言って吐いた言葉が自分にか、うん、一番返ってくって影響してるわけで、うん、でそれをこう、まあ、本当に潜在意識に刷り込んでいくっていう作業なんですよね、うんうんうん、だからもう本当にもう単純作業です、うんうんうん、単純に打ち込めば打ち込むほどありがとうの波動がやっぱりどん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 こう入ってくるから、うんうんうん、別にその気持ちがこもっていようがこもってないが関係ない。さっきのそのスプーンの話で言えば、うんうん、曲がると思ってなくてもいいっていう話なんですよ、うん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 、だからあれを、曲げますとか曲げたいとかがブブーなんですよね、うんうん、もうだからもうその時点でもう曲がらないっていう前提だから、うーん、だからそこをその自分の中でありがとうございますっていうのはそういう意味では本当に素晴らしい、もうオールマイティの言葉だから、もうありえない奇跡が今ここに起こってるっていうようなことをこうなんか唱えてるわけで、ずっと奇跡だ奇跡だ奇跡だって言ってるんだから、それ奇跡降ってくるじゃん、当たり前じゃんみたいな話なんですよね。だからそうやって自分の潜在意識をコントロールすることによって、まあコントロールっていうかこう浸透さすことによって現象が変わってくるんで、まあ特にねこの10月、まあいろんなことがこう、まあアクシデントっていうかハプニングっていうかお試しみたいなことが起きやすいので、そういう時ほどやっぱりね、その言葉を上手に使っていただきたい、言霊で、あの潜在意識をこうトレーニングする、訓練する、まあ、飼い慣らすみたいなね、うん、そういうことをしていただくと、なんかこう自分の思うような現象っていうか、うん、思うような現象っていうのはね、ごめんだけどこの潜在意識で思ってることが本当に望んでることではないから、うん、だからまあ潜在意識はまあなんですかね、もう本当に僕からするともう目の前のことをやるのがもう一生懸命でいいじゃん、あんまりも先のこと考えなくていいよ、うんうん、それこそそのありがとうございますたくさん言ってたら、もうずっとありがとうに決まってんじゃんっていう設定になっちゃうと、うん、そういう現象しか起きないから、うん、何の心配もないよみたいな感じ、はい、だから そこを委ねていくとね、うん、そのいちいち一つずつのことに右往左往しなくても済むようになるし、うん、なんかこう何が起きても、うん、あのこう、まあ、グランディングじゃないけど センタリングって僕は言ってるけど、真ん中にちゃんと来れて、うん、あ、なんか
こういうことが起きたんだなっていうふうに客観的に見れるようになる、そういう癖づけをしていただけるとね、まあ、すごいいいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあこの10月はぜひね、皆さん言霊、はいはいはい、ぜひ意識して、はいはい、トライしてみてください、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。